例えば、最近の科学で言うなら、例えば電話なんかもそうですよね。電話なんかも昔は交換士がいましたね。電話交換士って言ってそういう職業があった。間こちらの人から電話来た時ここでつないでこちらの人にやる、そういう時代もあった。でそれから黒電話になって今は携帯電話で世界中の人がつながります。でも今携帯電話はあるけど実は その機能というかそれはもっと江戸時代にねそのあれはあって言っておかしくないんですよ。そういうぐらい頭いい人が発明したら、もうそういうものが世の中地球上に宇宙にあったわけ。ただ人間は発見してそういうものを使えるようになったわけ。だから私たちの科学はどこまで行っても科学医学全部一過程だと、過程に過ぎないわけ。だってこれから50年後どうなるか100年後どうなるか今のまんまですから、当然進化してるでしょ。当然今よりも進化してる。今あれが最高だと思うけど100年後になったらなんて原始的なものやってんだって思われるかもしれないですよ。今の携帯昔のうちの交換紙みたいな、まあそういうことです。どこまで行っても一過程だという。いや違う完成してない、もう完成されてるんです。最初から人類誕生以前完成されてるのを私たちは発見してるわけ。夢はもう夢を見てるのと同じなんです。今こうやって皆さんが皆さんの肉眼で見てるのは実は夢を見てる。 その目が正しいと思ってる。メガネがねもうミクロまで見えるメガネだったら全然違ってくれる。だから自分の 目だけが正しいわけじゃないですよ。犬なんかに人間の何万倍の匂いを嗅ぐとか、ね、音を嗅ぐ、ね、やる生物もいるんです。空を十字架に飛ぶ生物も